はい、で、グレージュのダークグレージュのカラーが終わりまして、これからカットに入るんですけれども、モデルさんがちょっと縛りたいということで、ちょっと前側は長く残しておかないとダメだなということで、まあこの雰囲気は悪くないかなと思うんで、パッツンボブとかやってみようかなと思います。で、パッツンボブ、ちょっと外跳ねもできるようなパッツンボブ切り方をやりたいと思います。皆さんどうやってやるでしょうかね。まあ、簡単な方法でやっていきます。そのまま、毛束を取って、毛束を取って上から手を持ってきて R 刃でカットしちゃいます。これである程度はこうパッツンっぽくなったと思うんですけど、ただこれあまりコーミングもこの自然な状態で切りたいので、ある程度まずベースを作るんですけども、どれぐらいのベースでカットしていくかっていうのは、後ろの方ちょっと短めにしようかなと思ってるんで、サイドはこれぐらいで限界なんで、バックはちょっと切りたいと思います。もうちょっとバックの切るところは、もう後でね、中の方取るんで、しょうがれたんで山切りカットの方で切ります。この辺はね、縛れなくても、まあ多少短くても縛れるんで、今こっち側で切ってますね。これわざとこう、なんていうかな、丸さがいらないんで、ちょっとこうモードな、パッツンにしたいんで、あえてこう攻めてる感じです。丸くしちゃうと馴染んじゃうので、あえて馴染まない、コンケーブのラインをちょっと今回は作っていきたいと思いますね。で、アウトラインをまず、切っていくんですけど、まあ、チョップでいいんで、チョップカットで全体を綺麗なラインにまず整えていきます。で、フォーム使わない方が、こういうこういうスタイルはあんまりフォームいらないですね。フォームない方がより自然な感じになるので、チョップカットで、ちょっと取ってバラバラ感を入れていきます。後ろはね、ちょっと短めにしてますね。ライン的にはちょっとこれぐらいかな、少し前下がりぐらいのラインで下で切り揃えてます。で、サイドは本当に引っ張ると、短く上がっちゃうんで、本当もう緩い感じですね。で、ここからがポイントなんですけど、じゃあ何がポイントなのかっていうと、じゃあちょっと普段やらないんですけど、分かりやすいように、やっていきます。まず縦に取って、縦に取ります。で、いつも僕は丸く切るんですけど、丸く切ると収まりが良くなっちゃうんで、収まりを悪くする方法っていうのはえぐるってことですね。えぐったカットラインをする。そのえぐるのはじゃあどういうふうにやるのかっていうのをちょっとやっていきます。で、大体ですね、スライスとしては指1本分ぐらいのベースですね、ここの指1本分ぐらいのベースを取り、そこを
ちょっとこれ感覚的なものもあるんで難しいんですけど、この下の毛を思いっきり引っ張りながら中を削っていくんですね。ちょっとやってみますね。真下に、人差し指と親指で真下にシェイプをして、でモデルさんにはちょっと下を向いてもらいます。バック切る場合はなぜかっていうと表面がちょっと長くなりますよね。こうやって上げることによって表面が短くなります。これはダメなので思いっきり下を向いてもらいます。で下を向いた状態で思いっきり引っ張って中を切ります。わかりますかね。思いっきり下向いてもらってまっすぐ引き出して持ち替えて、この状態のところをこういうふうに削っていきます。これによって、コンケープになって表面がこうちょっと収まらなくて跳ねるんですね。でこれ終わったら、はい、ここ終わりました。そしたら今度次のパネルまた指1本分のところを取っていきます。でこの時に一番ダメなのは持ち替えた時にこういう風に右と左にずれちゃうのがダメなんですね。でそれ気をつけて、でモデルさんに下向いてもらいます。で下向いてくださいということで、下向くことによって襟足が出ます。表面が長くなります。下向いてもらい、これはリフトしちゃうとレイヤーにセームレイヤーになりやすいんで真下にシェイプしてモデルさん下向いてもらって、この右と左ぶれないようにしてですね、ここでロックしたらもう離さない状態で中を削ります。で、あまりこういうパッツンボブのカット法ってほぼないと思うんですけど、情報的にはなんでこれが合ってるかどうかわかんないけど、このやり方なんで、で、今度こちらですね。で、こういうふうに取っていただいて、はい、上から毛束を持ちます。でちょっとここを思いっきり引っ張ってる感じですね、若干。そしてこれを上に持ち上げて R 刃で削って、コンケープを中に入れていきます。表面の長さは変わらないんですが中の方が変わってるような感じです。はい、通常通りやってみますね。普段は止めないので、なんですごく時間はかかんないで切れます。でシェイプしてここを削っていきます。で1個気をつけないとダメなのは、表面のこの表面指1本分ぐらいの重さは取らないようにして中をコンケープします。わかります。ここを残すってことですね。見えるかな。この表面の重さを残し中をコンケーブ入れるところですね。ちょっと難しいかもしれません。これはこれ慣れてくるとパツッてもう切れるようにはなるんですけど、慣れないと、慣れると本当に早いですね。このぐらいのスタイルだったら多分僕5分ぐらいで切れます。ちょっと今日説明しながら切ってるのでちょっとゆっくりやってますが、こんな感じですね。でパッツンをこの束ごとにやってるっていうことで、さらにあの不揃い感というか、カットって本来なじますようにカットを普段はするんですけど、これは完全になじまないカットなので独立性が出ます。左右との独立性ですね。毛がつながってませんから、逆にそれが不揃い感がプラスになって、遊び、それからなんかこうモード感がちょっとプラスされると思います。ちょっと下に、ここも重さを残しながらカットします。絶対 重さは残さないとダメです。全部切っちゃうと表面の重さがなくなってしまうんで、ちょっとダメですね。いかに重さを残すのがポイントで、最初のガイドさえ作っておけば、あの表面のガイドさえ作っておけば、あとはもうあのこんな感じでできるわけですね。真下に引き出し、ここをコンケーブに切って重さを残します。はい、真下に引き出し、はい、そして重さを残しコンケーブに切ります。はい、真下に引き出し、
テンションをここのこの毛束に対してこの辺がテンションかかってですね、で表面はテンションかけてません。なぜかっていうとこっちを短く切りたいからですね。なんで、でこの位置でまた引っ張りながら表面の重さを残しながらカットしていきます。顔周りは後ろにオーバーダイレクションさせながら切っていかないと、ちょっとダメですね。で顔周りはちょっとオーバーダイレクションバックにしないと短い毛ができてしまうので若干オーバーダイレクションさせながらこれです、この重さ残ってるの表面にっていうような感じでカットします。前髪はもうちょいザクザク感があったモードの方が合うと思うんでここも同様に、前髪をえぐっていきます。ちょっとやってみますね。前髪の中をちょっとえぐります。長さはあんまり変えないかなと思うんですが、もうご自分で結構切ってらっしゃるのでちょっと今軽いラインになってるんでこれを重さ出していきます。さっきと同じようにさっきの短い版ですね、中に本ケープを入れていきます。前髪の場合はさっき残した重さを半分以上残さないとちょっと短くなりすぎちゃうんで、毛束を引き出したらこの半分をコンケープ入れるような感じですね。あと表面のは残した方がいいです。軽くなってるんで、中の方がちょっと重いんでコンケーブで切ったじゃないですか。あそこをちょっとペンシルシザーで軽さをちょっとプラスしていきます。中を取ってペンシルでちょっと取っていきます。重さを毛量調節をしていきますね。で、バックから見て、ちょっと重いなっていう場所が、出てくるんで表面のところちょっと取っていきます。表面取る場合は、パネルに対してパネルを縦で取ってですね、縦で取って入れて横じゃなくて縦に入れます。理由はパサつきの問題ですね。あんまり横にやっちゃうとパタついちゃうんで、毛先に軽く5センチ以内で入れてきます。通常のハサミでやる場合は気をつけてください。こう先っちょが空いてるあのペンシルシザーなんで切り口が滑らかっていうのと奥まで入りすぎないので
通常のハサミだとパツっていっちゃうので、結構ラインが最後 のパツってなった場合部分の馴染みがちょっと悪くなっちゃうんですね、伸びてきた時。で、ヘビーサイドがどうしてもちょっと重くなっちゃうんで、ヘビーサイドちょっと表面そごうかなと思うんで、ヘビーサイドの表面はちょっとだけそぎます。ちょっと逆に対してパートやっぱりちょっと7-3ぐらい分けぐらいの方がかっこいいんで、ちょっとヘビーサイドの処理がちょっとやっとかないと、なんかちょっと重くなっちゃうのかなって感じがしちゃいますんで、ちょっとだけあんまり奥まで入れちゃうと表面の艶がなくなるんで、少しだけ入れます。これでヘビーサイドの処理が終わりですね。はい、今日撮影がこれで終わりました。今日撮影協力していただいてありがとうございます。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。またこれから、どんどん動画アップしていきたいので、皆さん、シェアなど応援よろしくお願いいたします。早山かし後藤でした。今日はありがとうございました。バイバーイ。どうも。